何してるの？フルーツウォーターサーバーをちょっと工作してみようと思ってな。何そんな女子力高いもん作ってんの？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月20日、月曜日の午後6時48分です。今日は特にお知らせはありません。今週も一週間頑張りましょうね。それでは、月曜日始まり始まり。びっくりした。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。もしもし、こちら、たぬき商店の豆吉です。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 37,125 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、お、なんか釣り始めた。今回ちょっと、前回ね、キャンプ場に丸太のベンチを置いたと思うんやけど、あれちょっと周りぐるっと囲んだ方がいいかなと思って、ちょっと作ったんで、それを設置します。これ確実に一個だけじゃなくて、ぐるっとした方がいいよね。ワイルドな丸太のベンチ。よし。このなんか、隙間をね、すり抜けていける感じすごいいいことで、斜めに抜けれるっていうの。あ。は。違う。あ、その方向でも座れるんや。へえ。なんか何でもありやね。で、どっちの方向から座ってもちゃんとくるっと回れるっていうのもいいし。ちょ、待って、置けない。この辺で置いて。え、そんな向こうの方。よっ。この辺か？いやね、多分バランス的に。さあ、これで、いい感じなのではなかろうか。あ、そうそう、今日は？また段ボールや。誰か定期的に、あれか？誰かが引っ越してきた時にその段ボールを置きようやねん、そこに。違う？違います。どうも。あら、アイナさん、お疲れ様です。本日はどのようなご相談でしょうか？島の評判について。アイナ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイナ島の評判は、まだ二つ星か。まだまだ足りんわけやね。花かな、やっぱり。最近注目度が増してきて話題になりつつある状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと。そうなんです。私何度か遭難したことがあるんですけど。あ、また。また。なるほどね。もっと早く。でもヤシの木のあたりとかに倒れられとったらちょっとね、ジョニーの救出も遅くなりそうな感じが。自然環境か。お花をもっと増やせと。まあね、ちょっと今頑張ろうと思って、いろいろとお花を集めてはいるんだけども。え、てかさ、ヒヤシンスとチューリップしかなくない？なんかもっと花の種類あるもんなん。無人島に旅立ってもさ、その2種類しかないんやけど。どういうことでしょうか。ラティスを作るには何が必要でしょうか。はい、ラティス、作っちゃいます。足りる？この1回分で。もう1回分作ろう。よし。オッケー。ってことで、とりあえずこの辺、回収していきまーす。え、細かすぎん？こんなんやったっけ？めっちゃ個数使っとるやん。これで、オッケーやね。よし。立てていきましょう。あ、でもこれいいな、やっぱり。ちょっと待って。はい。え、ちょっと待って、これ。これすごく気に入らないんだが、私。あれ？ちょいと待ってね。え、この感じになるのなんか嫌なんよね。やっぱ先にこっちに、こう、立てて、あれ？あ、これでよきか。なんかこの隙間がめちゃくちゃ気になる。よっ。
こういう感じかな。あ、よきよきよき。めっちゃよき。ね、可愛くなったね、だいぶ。あとどうしようかな。私ね、あさみさんに会話をしてもらいたいんだけど。会話をしてもらいたいんだけども。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。これさ、表の服とかは全然変わりよらんのかな？いつも来てくださってありがたいんですけど、ちょっと今バタバタしてますので、ごめんなさいね。でももうちょっとじゃない？多少なんか、話を聞いてくれそうな雰囲気が。試着室を使いたいのね。どうぞ。よしよし。この試着室私だいぶ好きなんよね。あれ？これなんか表に飾ってなかった？やっぱり表反映されるんかな？プルオーバーアウター。感服って何？なんかよくわからんけど。レトロ A ラインワンピース。何これ？マグロ寿司。マグロ寿司。どういう。あー、かわいいけどな。何これ？カッパのお皿。ちょ、待って。ギャグに走る。めっちゃギャグに走る。でもなんかなぁ。んな感じかなぁ。じゃあこれで。あ、合計2920なん。めっちゃ安いやん、このまんま。あら、素敵やよ。お気に。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。あら、めっちゃ良くない？ちょっと小生意気な感じ。風船ガムとかあるんや。おおきに、またどうぞ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月21日火曜日の午後5時28分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日のバラエティ番組、どなたかご覧になりました？好きな芸人さんがゲストだったんですが、本当に面白くって、笑いっぱなしの1時間でした。何の番組やろ。わからんけど。ああ、私言ったら、個人的なテレビの感想なんて、すみません。それでは本日も良い1日をお過ごしください。これってさ、もう住人が満員になったら、キャンプサイトとか誰も来んなるんかな？スマホが鳴っている。まあ、でも多分キャンプサイトに誰か来とったらまたお知らせしてくれるよね、きっと。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金34,444ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、てことで。そう、たぬきショッピングで買ったケケハウス？よし。あ、やっぱりこれここに展示されてるやつ変わりおるよね。昨日こんなんじゃなかったはず。こんなね、リンクみたいなじゃなかったはずやけど。お、シャンク、いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。ということで今日は、あ、これかわいい、フリル付きニーハイソックス。買います。ワンピースとかに良さげやね。今回はこれだけでいいかな、とりあえず。毎度あり。他にも何か買っていくかい？いや、大丈夫です。ありがとよ。あ、そうよ。さっき浜辺に行ったのにソーラーパネル設置してくるの忘れたわ。浜辺に置こうと思って。お、シャンティ、見てるの？ふふ、お元気そうね、だってば。世間話でも。今日みたいに天気の日は、島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、だってば。ちゃんとこうやってね、あの島の中に設置したものを使ってくれるっていうのは嬉しいよね。どうしよう、この辺とかにしよっか、設置するの。とりあえずで。網出てきた。もうソーラーパネルも置くとしたら2つぐらいやっぱ置いた方がいいんかな。とりあえず1つでいい？わからない。みんな結構ね、家に置いてくれんねよね。家の中が見たかったりするんやけど。え、みんなどこにいるの？あ、桜島がおるっぽい。そういえばまだ見てなかったよね。え、マミーさんが遊びに来たんやけど。
え、びっくりした。そういうこともあるのね。遊びに来てくれてありがとな。今日は他のたちも来てんだが、気にせずのんびりしてってくれってごわす。お話ししよう。いやー、なんかあれだな。こうやって集まってくれるってのも生活に張り上がっていいなってごわす。別に誕生日ってわけじゃなさそうやしね。座ったー座ったよ。桜島なんで走っていったんやろ。座布団出してくれるんかと思った一瞬。ふふ、私もお招きいただいたんですよ、タフン。話しに来たよ。なんかあれだよね。自分の家以外でもこういう風に物使ったりとかするんやね。桜島さんらしさが溢れる部屋ですよね。こういうセンスを磨くために普段から意識していることってあるのかしら、タフン。でも確かに部屋はすごいいい感じな気がする。面白いね。なんかこういう住人同士の。だってなんか飛び盛りの頃ってさ、なんか遊びにっていうか、誕生日の時とかは、なんか家に集まったりしよったけど、ここ誰やったっけ？家に集まったりしよったけど、座ったりとかなかったもんね。あ、ライオネルや、ライオネル。おや、来てくれたんだね、まさしく。お話ししよう。アイナくん、君、昨日は化石を掘り出したんだって、まさしく。毎日掘り出してるよ、一応。太古の昔から果てしない時が流れ、今の僕らに繋がっている。化石ってロマンがあるよね。そんなことまで把握されてるのか。何かを掘り出したとかそういう。これ何？時計？あ、なるほど。なんかいろんなアイテムが増えとるよね、多分。とか私ね、あれなんよ。木製のベンチが欲しいんやけど、博物館横とかに置きたい。なかなかね、そう置きたい感じの家具が見つからんくって、はなちゃんちってなんかすごい、あれよね、シンプルやったよね、めっちゃ。ツンドラさんも別に家におったりとかせんのやね。服屋さんに来とるとかかな。あ、アイダホが来とる。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。アイナか。お前も筋トレ向きの服を探しにやってきたのかの心。いや、全然。話しに来たよ。オイラの筋肉をより引き立ててくれる服に巡り合うまで、ここに通い続けるぞ、の心。筋肉を引き立てる服とは一体。ちょっと今は立て込んでて、いつも来てくださってるのに、堪忍ね。ちょっと優しくなってきたよね、あさみさん。よきよき。なんかこういう服装もいいなって思う。ちょっとさ、あれじゃない、牧場物語みたいな感じじゃない、なんかこういう服装やった気がする。いいね、いいね。おおきに、またどうぞ。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイノトーン時刻は2020年4月22日水曜日の午後5時51分です。では本日のお知らせです。おかげさまでたぬき商店の営業も順調とのことで、この度売り場の面積を広げるため改装工事が行われるそうです。おー、マジで？あ、やっぱり発展するんや。じゃあ最終的にはデパートとかなるんかな。明日は1日工事のために臨時休業で、買取ボックスも含めて利用できなくなるそうなので。マジで買取ボックスも？急ぎの買い物や買い取りは今日の営業時間内に済ませておくことをお勧めいたします。では、本日も楽しい一日になりますように。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。まあ、てことはあれやね。一応、まあお金稼ぎはするとして、いろいろと収納の中とかにしまっておいて後からまとめて売る感じになるかな。めっちゃ水が流れる音が聞こえる。お、たぬきマイレージプログラム。何頼んだんやったっけな。風車かなんかやった。そしてケケ先生。とりあえずこっちの風力発電機や。風力発電機どうしよう、左側にしよっかな。やっほーアンチョビー。やっほーアンチョビだよです。話しに来たよ。僕お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくてすっごく気持ちいいんだもんです。かわいいな、アンチョビ。いいね、癒されるね。はい、そしてちょっと風力発電機を私はこっち側に立てておこうかなと
思っている。どの辺がいい？やっぱ向こうの端っこの方、この辺とか、いやこっちの方かな。それはちょっと奥すぎ。なんかそういうのがね、どういう感じに立っとんかがいまいち私にはわからんねよね。とりあえず置くけれども、ちょ待って、よいしょ、こっち向きよね。まあ置くとしたらこんな波打ち際じゃないよねきっと。ってことは、ちょ、もうちょい後ろの方に置いて、てか浜辺じゃなくてもいいんか、この辺とかにしとこっか、置くの。ふんふん、じゃとりあえずこの辺に、あれくはくギリギリすぎ、この辺に置いておきます。え、何？何やってんの？お勉強？なんかメガネかけて、本片手に、これを覗き寄るわけじゃないんやね。なんかびっくりした顔しとった。新しい発見があったんか？あら、ごきげんようだってば。お話ししよう。今日のアイラ島も素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、だってば。こういうなんかみんなの違った感じが見れるのすごく好き。あ、でなんか話しよる。ちょっと待って。何話してんの？ピコーン。あれ？くんくんくん。ツンダルくん、なんだかいい匂いがする。あら、わかる？新しいコロンをつけてみたの。おしゃれー。なんかバッグ持っとるやん。かわいい。アンチョビさんって匂いに敏感なのね。そういうのに気づいてもらえるの嬉しいわ。えへへ、褒めてくれてありがとう。僕、鼻には自信があるんだ。鳥の鼻、ちょっとよくわからないんだけども。ツンダルくん、ちょっと僕の匂いも嗅いでみてくれない？あら、アンチョビさん。あなたもコロンか何かつけてるの？おませさんね。どれどれ、くんくんくん。これは、焼肉のタレ？焼肉のタレをぶっかけてるわけじゃないよね。ピンポーン、大正解。さっき服にこぼしちゃったんだ。あ、でもまあまあ。匂いだけであっちゃうなんて、ツンドラくんもなかなかの食いしん坊だねえでし。まあ、狼だから鼻がいいんじゃないかな。まあ、素敵な香りね。アンチョビさんらしくっていいんじゃないのかしら、だわ、なのだわ。まあでも、恋にぶっかけたわけじゃないからね。んと？どれだ？これか。2020年4月22日、改装工事のご案内。おかげさまでこの度、お店をリニューアルすることになりました。工事のため、4月23日はお休みさせていただきます。たぬき商店。え、ってことは次は？スーパーになるってこと？かな。さあ、それじゃあ、そろそろね、多分預け取るやつからいかんといかんのか。橋が、もう、完成すると、思うんだな。谷川くん。こんにちはでございまひ。ただいま、石の橋の手前の募金をしておりまひ。目標の16万8000ベルに向けて、現在1086ベルの寄付が集まっておりまひ。でも、飛び盛りに比べたらちょっと寄付の集まりがいい感じするよね。まあ、めっちゃコツコツではあるけど。はい、協力します。ってことで、出せるだけ全部。166,914ベル。166,914ベル、募金いただけますか？募金します。おかげさまで、目標の16万8000ベル、達成いたしました。完成を楽しみにお待ちください、まひ。イエーイ。やったー、募金が目標の金額になった。お、桜島が家にいる。見たことはあるけど。何？何作ってんの？え、作業台とかそんなとこあったっけ？あったっけ？いてて。こりゃ腰に来るなーでごわす。何してるの？フルーツウォーターサーバーをちょっと工作してみようと思ってな。何そんな女子力高いもん作ってんの？え、フルーツウォーターサーバー、フルーツジュース飲むの？難しそうに見えるかもしれないが、こういうのはな、気合と根性で意外となんとかなるもんなんだぜ。今じゃこういうことを DIY ってかっこつけて呼んだりするらしいが、俺は日曜大工の方がしっくりくるな。そうだ、俺の考えたフルーツウォーターサーバー作ってみるか。なーに、簡単だから心配すんな、デコワス。え、マジでこんな方法でもレシピってゲットできるん？めっちゃいいやん。作ってみたい。いいぜ、作り方はここにメモしてあるから、この通りに作ればバッチリ作れるはずだ。え、嬉しい。そんなに難しくはねえと思うし、アイナならお茶の臭いサイだろ、デコバス。へえ、すごいね。なんか、住人がめっちゃ、DIY しようんやけど。
とりあえずレシピ覚えて。イエーイ。どんな感じ？フルーツウォーターサーバーって。こういう感じなんや。へえ。めっちゃ果物いる。ないわ。ないわ。そもそも梨とオレンジと桃は見たこともないんだけど。あつ森で。これはあれか。なんか島とかで偶然たどり着くしかないってことかな。そういうフルーツがなっとるところに。なるほどね。大変そう。ふふ。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで、今回もやっていきたいと思います。お。何今の。何かと思った。任天堂。アイナさんへ、この度はアップデートへのご協力ありがとうございます。更新データを受け取ってくださったお礼にプレゼントをお送りします。今後のアップデートも楽しみにしていてくださいね。任天堂のスタッフより。やったー、なんかもらったー。ん？たぬきバンク。いつもご利用ありがとうございます。この度勝手ながらお預け入れの金利を引き下げることにいたしました。ささやかではございますが、お詫びの品をお送りいたします。今後ともよろしくお願いいたします、たぬきバンク。何それ、アップデートで金利が下がったんですけど。え、たぬきち。5月4日までの間、アースデーに合わせてたぬきマイレージプラスのキャンペーンを開催することにしてたのも。詳しいことは直接説明したいから、都合の良いタイミングで僕のカウンターまで来てちょうだいね。たぬき開発、たぬきち。アースデーやって、アースデー。待って、なんか、これ受け取ってなくない？私。受け取ってない。とりあえずじゃああれよね、タヌキチのところに、ヤッホーアンチョビー。また会ったねー弟子。おしゃべりしよう。自然がたくさんあると空気も綺麗で美味しくなるし、絶対気持ちいいよね。お散歩中だって木の下で休憩したり、お花の匂いを嗅いだり。楽しいに決まってるよ弟子。みんな結構さ、木の下で休みやることめっちゃ多いんよね。あーこれー、今日はもう、外でさ、買い取りボックスが、あ、半妙。買い取りボックスがちゃんと機能してくれないよ。ちょっと待って。網ないんかと思った。最近半妙に結構逃げられるんよね。あー、逃げられてやん。おらん。あ、おった。次こそ逃げられてしまった。くそ。なんてこったい。か、みんなさ、なんなん？水出しっぱなしにするの好きなん？あ、また出した。まあいいや、もう。ケイトさーん。何か新作アイテムに使えそうないいアイデアが浮かばないかしら。実はね、私これ一回、音声が入ってなくってさ、撮影し直ししたけん、ケイトさんのファッションチェックもうね、やってしまったんよね。その結果、スポーティーな格好ってことでこれになったんやけど、ジャージだけ買ってきた。あとは、手持ちのもの。よ、たぬきち。来たよ、来たよ。やっほー。アイナさん、いらっしゃいだらも。メッセージカードでもちょこっとお知らせしたけど、今期間限定でたぬきマイレージプラスがアースデイキャンペーン仕様になっているんだらも。アースデイ期間中は自然に優しい行動を心がけると、いつもより多めにマイレが貯まるし、素敵なプレゼントも用意してあるから、ぜひ積極的に取り組んでほしいんだもん。もちろんアースデイ期間じゃない時も、普段からエコな島民でいてほしいと僕は願っているんだけどね。いや、ちゃんとしてるよ、私は綺麗に。橋のセレモニーが終わって、完成セレモニーが終わって、次は坂を作ったんやけど、作ったというか作る準備をしたんやけど、募金、寄付はしてなかったけん、ちょっとしとこうかなと。ハンナちゃん何してんの？お、魚釣り。やっほー。今日は絶好の釣り日和だからね。釣って釣って、釣りまくるよ。だってね。いいね、いいね。ほらこれ、この橋が完成して、で、私が今、坂道を作りよるところが公園なんやけど、ほら、ここ。ここの、公園を抜けたその先に、坂を作って、坂を登ったその先には、ハートの池があるっていう風にしたいと思って。こんばんはでございます。ただいま、ナチュラルなスロープのための募金をしております。目標の98000ベルに向けて、現在0ベルの寄付が集まっております。目標まであと98000ベル、1ベルから受け付けておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ってことで協力しちゃいます。ちょっとね、家のローンのために貯めようと思ったんやけど、もう払います。98000ベル募金いただけますか？募金します。おかげさまで目標の98000ベル達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。イェーイ。やったー、募金が目標の金額になった。
ってことで、これで次回、まあ、ちゃんと坂が完成しているはず。公園からのハートの池ってめっちゃ良くない？なんかちょっと私モニカの家であげたさ、あの貝のテーブル、あれがちゃんと飾られてどうかが、飾られたかどうかが見たいんやけど、家に帰ってくれないかしら。チャオ、元気？あは、お話ししよう。さっきね、モデルウォーキングの練習がてら、島をお散歩してたの。あは。そうかい。てか、二人で並んでやればいいのに。おーす、いい汗かいてるな、心。話しに来たよ。お前、昨日島で遊びまくってたって噂になってるぞ。何か楽しいことでもあったのか？ひょっとして新しい筋トレ法を試してたのか？そういうことなら、おいらにも教えてくれーな、心。違うよ、遊んでないよ、お金稼いでたんだよ。ふい、ということって、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月24日、金曜日の午後7時38分です。この度、アイナ島では環境に優しい行動を心がけてもらうため、アースデイ期間を設けることになりました。5月4日までの期間中、お得なキャンペーンも開催する予定ですので、エコな暮らしに取り込んでみてくださいね。では、本日のその他のお知らせです。本日、たぬき商店がリニューアルオープンしました。店内が広くなって取り扱い商品も増えたそうですよ。スーパーになったかな？私もお買い物がより楽しくなってとっても嬉しいです。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でたぬきさんにご依頼くださいね。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、かわいい、見て。え、めっちゃ可愛くない？たぬき商店。名前はたぬき商店のまんまなんやね。へぇ、なんか、前までと見た目が違う、全然。可愛い。ね、飛び盛りまでと比べて。あ、なんか。リニューアルオープンのお知らせ。本日、たぬき商店がリニューアルオープンしました。さらに充実した品揃えで、島の皆様をお待ちしております。ぜひご来店ください、たぬき商店。ふんふんふん。なんか、お知らせの数が少ないっていうのがすごい、ね、不思議な感じなんやけど。あ、今日はなんかある？なんもないね。よし、それじゃあ、セレモニーしよう、セレモニー。坂と、たぬき商店二つあるんかな？もしや。あいなさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だらもん？セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。なんと今、複数のセレモニーを開催できる、とってもおめでたいタイミングなんだもん。今回はどのセレモニーに参加したいだもん。それってまとめてくれたらいいと思うんやけどな。今回、たぬき商店だけにしとこっかな。はいはい。じゃあ、早速始めるから、会場にご案内します。ほう、来た来た。それでは、あ、なんか制服も変わっとる、かわいい。ちっこい帽子かぶっとるよ。ただいまより、たぬき商店のリニューアルオープンを記念したセレモニーを取り行います。あ、じゃあ、発展していくにつれて制服も変わってくる感じ？おー、よきありがったらも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだらも。リニューアルしたたぬき商店を代表して、マムキチとつぶきちに挨拶してもらうだらも。では、マムキチとつぶきち、一言ずつお願いするだらも。アイナ島の皆様、たぬき商店はリニューアルして、こんな立派な店構えになりました。たぬき商店っていう名前はずっと変わらんのかな。次の段階がもしホームセンターやったら、その時には変わるかな。品揃えも今までより充実させて、島を盛り上げるお手伝いができるよう、ますます張り切ってまいります。パチ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 。はいはい、どうもありがとうね。次に、この島の発展に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだろも。あっぱれ。ふふふ。よきだね。本当にその通りだなも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだなも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。たぬき商店完成のお祝いと、僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。イエーイ。いいね、いいね。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。
皆さん気をつけてお帰りください。あ、すごい、なんか立体的になっとる店内が。いらっしゃいませ、本日よりこちらの新店舗で営業を再開しております。オープン初日からご来店くださりどうもありがとうございます。今後ともたぬき商店をごひいきに。にルーシーもまるでお店の人かのようにアイナさん奇遇ですね。よ、お話ししよう。お店広いですよね。品揃えが良くっていろいろ目移りしちゃいますよ。なんか面白い。あ、こういう感じなんや。え、ここは、え、ここは何、そちらの商品。あー、なるほどね。これも商品棚なんや。なるほど、なるほど。なんかカウンターかと思った。文豪セット。なんか今回さ、こう何、お勉強セットだとか、絵描きセット、漫画家セット、文豪セット、なんか細かいね。すごい。650ベル買いまーす。買いまーす。ミオルってことは買うんかな。学習デスクか。思い切って今買っとかないと売り切れちゃって後悔するかしら。よ。買うの？なかなか良さそう。なんか検討しよる？え、なに？どうなん？え？なかなか良さそう。なんか話しかけれんくなったんやけど。これ買ってプレゼントしてあげたらいいってことかな？そういうことではなく？そういうことではなく、なんかめっちゃ見よるよね。ねえ。なかなか良さそう。そちらの商品は学習デスクでございます。お値段は7100円。結構高かった。結構高かった。買っちゃう。毎度ありがとうございます。7100円。間違いなく頂戴しました。でも買ったけど離れてったんだけど。何かご用ですか？よ。これいらない？あら、何かくださるんですか？よ。あれが出とる間にあげんといかんとかそういう感じかな。ほら、どう？気になっとったやろ。え？これは、学習デスクじゃないですか。やっぱり欲しかった？ありがとうございます。ちょうどこういう感じのものが欲しかったんです。これを置いたらお部屋の雰囲気もいい感じに変わりますね、よ。もしかしてこうやって買い物に、まあ、なんか動物が来るやん。その動物の好みの家具とかに近寄っていって欲しいみたいな感じになるんかな。で、それプレゼントしたら多分、ね、適当にあげるよりもいい感じの部屋になるんじゃないかな、私とかやったら。それなんか綺麗に組み合わせれる人やったらね、全然他でもいいんやろうけど。お返しといってはなんですが、シンプルなトレーナーです。どうぞお持ち帰りください。シンプル。だって多分これで欲しがりよるやつをあげたら変な感じにはならんってことなんやないかな。と思った。超シンプルやね。なんか上下合わせてめっちゃ部屋着って感じになったんやけど。いや、ちょっと、ここはパリッと決めとこう。ありがとうございました。あ、なんか話よる。何話しやん。あら、アイナさん。ライオネルさんが私をヒロイン役にして演劇をやりたいんだって。演劇してそう。うん。そうだ。せっかくだからアイラ君も出てもらおうかな。君は、そうだな。村人 A の役で。それいる？そして僕は、まさしく。石ころとか言ってやろう。ちょっと待って。ツンドラさんまでびっくりしたんやけど。石ころなんて。なんて難しい役なんだ。これは君からの挑戦状。そうだろ？ツンドラさんちょっと。ああ、石ころという大役を前に僕は感情の高ぶりを抑えられない。石ころは感情を抑えた方が良くない？あなたポジティブすぎて時々怖いわ、なのだわ。これってキャラクターによっていろんなパターンとかあるんかな、会話の。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。